こんにちは、なおです。今日はたくさんリクエストをいただいていたルームツアーを撮ってみたいと思います。質問募集した時だったり、あとはインスタの DM とか、あと YouTube のコメントとかでも、お家見てみたいとか、インテリアの購入先知りたいとか、家具を買う時どういうことに気をつけてますかとか、インテリアに関する質問を結構いただいていました。なので、まあ、お引っ越しもしたばっかりということで、まだお部屋が綺麗な状態のうちに、ちょっとこのお部屋だけなんですけど、リビングとキッチンをご紹介していこうかなと思います。家具は前回のお家から持ってきたものがほとんどで、ちょこっと買い足したものもあるので、そちらも合わせてご紹介できたらなと思います。では早速ルームツアーしていきます。スタート。じゃーん、こんな感じです。まずはじゃあこっちのリビングの方からご紹介していきます。手前から、じゃん、こちらはバルミューダの空気清浄機です。見た目がめちゃめちゃスタイリッシュでかっこいいので、すごく気に入ってます。で、お隣がルンバさんです。これはもう前の家から使ってるんですけど、本当にお掃除が楽になりました。しっかりゴミも吸い取ってくれて、結構頻繁にやってるんですけど、一回掃除しただけでこのダストボックスパンパンになってます。はい、次はこちらの一人掛けチェアです。これは今回新たに購入した家具なんですけど、もうこのシルエットといい、なんだろう、この枠組みとか座面がね、このラタンになってて、後ろもめちゃめちゃ可愛くてお気に入りです。こちらは楽天で購入しました。今回私の家は楽天で購入したアイテムがたくさんあるので、楽天ルームの方にも載せておくので合わせて見てくれたら嬉しいです。で、こちらのブランケット、これは最近ザラホームのセールで購入しました。もう本当にめちゃめちゃ触り心地よくて、私は結構ソファーでグダーっとすることも多いので、その時ちょっと寒いかなと思ってブランケットを買ってみました。で、お隣もザラホームのクッションです。本当にこれも可愛くて、こちらもセールで2000円ぐらいだったので、本当にザラとかザラホームのセールが始まる時は必ずチェックしてます。はい、次はこちらの竹の、なんて言うんだろう、板なんですけど、これはイケアで購入しました。コップとかはね、ここに置いて、ここのソファーだったり椅子だったりでのんびりしてます。で、次、ソファーです。これも前のお家から使っているソファーなんですけど、こちらは無印のソファーになります。サイズは確か 2.5 シーターだったと思います。ちょっとお家が少し広くなったので、ソファーも新しいの欲しいなって思ったんですけど、まあまだ買ってそんな経ってないのと、まあ椅子をプラスしたらね、ちょっと広くなるかなと思って買い足すっていう選択肢になりました。で、こちらはIKEA で購入したラグになります。形も可愛いし、素材もリアルファーなので、すごいニュアンスがあって可愛いです。特に使うってことはないんですけど、飾りでここにかけてます。で、次はこちらのクッションたちですね。こちらもザラホームで購入したクッションになります。本当にザラホームはクッションカバーがすっごく豊富で、もうどれもめちゃめちゃ可愛いのでよくチェックしています。セールになるアイテムも多いです。で、次、こちらはティッシュケースです。レザー風なのかな？多分風なんですけど、これはバイマで購入しました。ここにあんまり見えないところにティッシュは置いてます。で、次、ちらっと映るのがこちらのゴミ箱です。これは無印で購入しました。ビニールが隠せるっていうのがすごい気に入って買いました。お部屋にも馴染むので、めちゃめちゃ重宝してます。で、次はこちらのバタフライスツールです。こちらも楽天で確か購入しました。この
湾曲がすっごい綺麗で、なんか本当にお部屋に置いてるだけで一気に気分が高まる、そんなスツールなのかな。ここにテレビのリモコンと照明のリモコンを置いてます。で、次がこちらは結構インスタとかでも載せたことがあるんですけど、楽天で購入したこのガラスの天板とこの木のスツールを組み合わせて、まあ、DIY っていうほどのあれじゃないけど、ちょっと自分で作ってみたテーブルです。めちゃめちゃちっちゃめなんですけど、木のね、ここが開いてたりひび割れしてたり、こういうニュアンスのあるものがすごい好きで、もうこの丸太に一目惚れして作りました。こういうところはね、100均で買った滑り止めのゴムをつけてるので、全然これがずれることないし、ちょっと持ち上げてもね、剥がれることないので安全かなって思います。で、ちょっと後ろに映っていたラグをご紹介します。これはね、ちょっと買ってよかったからわかんないんですけど、これもザラホームで買いました。なんかネットで見てて、あ、可愛いなって思ってチェックしてたんですけど、ちょっと時間経ってみたら 50% オフぐらいになってて、え、絶対これ買うべきじゃんって思って買ったんですけど、ネットで買ったので肌触りとか全然見れてなくて、ウール 90% ぐらい入ってるので結構チクチクします。なので、ここの上で素肌で寝転ぶことはできません。しっかり見て買えばよかったなって思ってます。でも、まあ見た目は可愛いし、ちょっと前回はふさふさした絨毯使ってたんですけど、お掃除が大変でそんな頻繁に洗えるものじゃないので、この毛足がないものにしたんですけど、ちょっと公開ポイントです。はい、次はこちらの観葉植物たちです。これはもう前のお家から育てている植物なんですけど、こっちがクッカバラっていう葉っぱかな。これは本当イオンとかでなんかめっちゃ安くなってて、売れ残りだったのかな、かわいそうだったので買っちゃいました。で、この鉢はこちらも楽天で購入したと思います。で、こっちの観葉植物はフィカスウンベラータっていう植物です。本当に可愛くて、お部屋に緑があるだけで癒されるし、マイナスイオンを感じるので置いてます。で、こちらの鉢は楽天で購入しました。はい、次、こちらはこの植物たちにお水をあげるとき、葉っぱにお水をかけるときに使う霧吹きをしまっている花瓶なんですけど、これもザラホームで購入しました。はい、次、テレビ周りをご紹介していきます。ちょっとテレビが家のサイズに合わずちっちゃめで、ずっと使ってるものなんですけど、ちょっと買い替えたいなぁとは思ってます。で、こちら、これはレゴのコチョウランなんですけど、なんか大人のレゴですごい今流行ってるみたいで、私はお花の中ではコチョウランが一番好きかなっていうぐらい本当に大好きなので、こちらを買って自分で作りました。1日で作り終わりました。可愛いです。テレビ台はこちらも楽天で購入したものになります。楽天ルーム載せておきますね。じゃん。こちらのアロマディフューザーはずーっと欲しいなーって思ってたロッソノービレかなっていう香りのものです。なんかワインとかブドウっぽい、でもちょっと甘いけどさっぱりした、なんて言うんだろう、トゥモローランドとかでも売ってるの見たことあります。ずーっと欲しくて、この引っ越しを機に買ってみました。で、このクリスタルでできているペンギンはハワイの Vlog でご紹介したんですけど、ハワイにこの前行った時にクリスタル屋さんで買いました。ペンギン見つけて一目惚れで購入しました。ここがね、すごい大理石で可愛いです。で、この2つのお香立てはアスティエのものになります。こっちは伊勢丹で普通に購入したんですけど、こっちの真ん中がハートになってるものはユシちゃんとカリンとヨーロッパに行った時にパリで購入しました。お香を焚いてなくても飾ってるだけで可愛いし、なんかアスティエを買うっていうのが私の中で憧れだったので、こういう感じで飾ってます。はい、次はこちらの飾り棚になります。上からこちらは前回のお家から使ってる電気なんですけど、こんな感じでつきます。今はあんまり使ってないんですけど、まあ可愛いので壁にかけました。で、こちらは前撮りの時に撮った
写真をザラホームの額縁に入れて飾ってます。ちょっとねモザイク加工するのがめんどくさかったので事前に付箋を貼りました。プロポーズの時にもらった指輪を飾ってます。お隣はマーシャルのスピーカーです。これも本当にずっと欲しくて、もうインテリアにもなるし、これで音楽かけてるのですごい使ってますね。でこちらはマーシャルのヘッドホンです。これはもうインテリア化しててほぼ使ってないです。でもこうやって並べると可愛いので役目は果たしてくれてると思います。こちらは陶芸教室で自分で作ったお皿になります。上に乗ってるのが浜辺に落ちてたサンゴです。でこちらキャンドルです。手前のものはいただき物で、後ろのものはこちらもアスティエのキャンドルになります。韓国行った時に日本より安くて一目惚れで買いました。でお隣がこれはアルコールだったかなを入れて焚き火みたいにできるインテリアなんですけど、まだ全然使ったことなくて飾ってるだけで可愛いので置いてみました。これも楽天で購入しました。でその下、こちらはおしゃれな本たちを置いています。上はアマゾンで買ったモネの作品がいっぱい書いてある本で、すごい表紙も可愛かったので買ってみました。で下もアマゾンだったかな、楽天とかにもあると思うんですけど、キンフォルクの本になります。まあ、特に読むってわけじゃないんですけど、置いてるだけで可愛いので置いてます。はい、お次は全身ミラーになります。結構大きめの鏡です。これも楽天で購入しました。こんな感じでここでいつもチェックをしてます。こちらは I am now のイヤーカフです。でちなみに今日のお洋服は、キツネのグレーのニットに、ピヌエのワイドカーブパンツをめちゃめちゃ履いてるんですけど、今日もこれを履いてます。次は照明です。楽天で購入しました。このダクトレールとスポットライトと電球全部別売りだったんですけど、全部楽天です。今はこういう感じで L 字に曲がってるんですけど、まっすぐにすることもできます。でもなんかこの L 字がおしゃれだなぁと思って、今はこんな感じで取り付けてます。はい。で、リビング最後かな。こちらは前のお家から使っている時計です。表参道にある雑貨屋さんで購入しました。でも有名な時計みたいで、いろんなところで売っているのを見かけます。はい。で、続いてはダイニングになります。これは本当にお気に入りの椅子で4脚あるんですけど、Y チェアという椅子になります。で、次ダイニングテーブルです。このダイニングテーブルも楽天で購入しました。この本物の木で。ここがわかるかな？ちょっと並々になってるのが可愛くて、これにしました。太めの黒がすごい差し色になって引き締まるかなと思ったので選んだんですけど、もう予想通り本当に引き締まるし可愛いし、本当にこの足にしてよかったなと思います。でこちらちょっとまだ役目を果たせてない椅子なんですけど、これはザラホームで購入しました。で次はずーっと前のお家からあるモンステラです。もう本当にめちゃめちゃちっちゃかったんですけど、こんなに成長しました。すごい生命力です。で、こちらの鉢は楽天で購入しました。すごいおしゃれだなと思います。で、こちらの棚もザラホームで購入したものになります。で、ここが充電スポットとエアポッツとか置いたりしてます。入れ物は自分で陶芸教室で作ったものです。で、このボックス、IKEA で買ったボックスにこう隠すように収納しています。ちょっと iPhone のコードだけよく使うので、ここに伸ばしてます。で、こちらの電気もザラホームになります。あんまり使うことはないんですけど、こっちからね、こう見た時に、ここがあんまり見えないように目隠しで置きました。で、こちらのティッシュケースはさっきと同じバイマで買ったものになります。で、机の上が、じゃーん！めちゃめちゃ可愛くないですか？私は本当に胡蝶蘭が大好きなので、このプチサイズの胡蝶蘭を見たとき一目惚れして購入したお花です。花瓶は、ディーンフラワーズというところのものです。これは青山フラワーマーケットとかでも取り扱いがあるので、結構見たことある方もいるんじゃないかなって思います。
で、こちらの電気も楽天で購入したものになります。このね、ちょっと和紙っぽいシェードが可愛くて、お部屋の中に異素材を取り入れるのがいいなと思って買ってみました。すごい日が差すと日当たりがめちゃめちゃいいお家なので、そこも気に入ってます。で、これはアクセサリーケースです。頻繁に使うものだけをここに入れてます。このケースは近所の雑貨屋さんで購入したものになります。で、隣が真鍮の小皿なんですけど、ここに指輪とかお料理するときは外すので、一時保管場所として置いてます。で、この葉っぱはアセビという葉っぱです。キッチンのこのカウンターがあるお家に住んだら、ここに植物飾りたいなと思ってたので、夢が叶いました。で、この辺はアルコールだったり、これは印鑑とか、あとはハサミとかカッターとかペンを置いてすぐ使えるようにしてます。このペン立ては私が陶芸教室で作ったものになります。めちゃめちゃ可愛くて気に入ってます。で、お隣がこれは木のボックスで、これもさっきのアクセサリーケースと同じ場所で購入したものになります。ここには車の鍵とかお家の鍵とか、あとお財布とか、お出かけするときに必ず持っていくものをここに置いてます。次、キッチンに移りたいと思います。まずこちらの、これも本当に念願だったんですけど、かざしたらね、こうやって自動で開くステンレスのゴミ箱になります。ステンレスなので匂いが外に出ることもなく、大容量なので本当にこれは買ってよかったって思ってます。で、ちょっとあんまり整ってないんですけど、これちょうど出てたので、この前楽天で買ったコップで、めちゃめちゃ可愛くないですか。もう一目惚れして買いました。こっちはワンちゃんの柄が入っていて、こっちは猫ちゃんの絵が描いてあります。このサイズ感のマグカップをずっと探してて、ようやくゲットできました。で、これは洗い物をした時にあげるラックになります。楽天で購入しました。で、まあこの辺はね、これはニトリだったり。で、こちらのまな板も本当に使えるまな板で、ずっとなんか木のまな板を使ってたんですけど、こっちの方が手軽で洗いやすくて気に入ってます。これも楽天です。これはクックパッドとか見てお料理するときに iPhone をここに立てかけて使ってます。これは IKEA になります。で、こちらはこんな感じで、これは IKEA で購入したもので、こちらのオイルボトルはニトリ、こっちは楽天、ちょっとこの中のものは無印だったりニトリだったりで、この入れ物は無印で買いました。で、こっちのシュガーとソルトの入れ物はニトリで購入したものです。で、こちらのお玉置きは無印で購入しました。で、タオルはこのかけれるものを使っていて、今日はテクラのタオルをかけてあります。で、ちょっと全然見えにくいんですけど、このキッチンマットは透明のものを使ってます。あんまインテリアの邪魔になるものを置きたくなかったので、透明のものを置いて、あんまりわかんない感じにしてます。はい。で、こちらは冷蔵庫になります。パナソニックですね。で、ここにはお土産でもらったマグネットたちを貼り付けてます。で、この棚は前のお家から使ってるものです。ちょっと前のお家はキッチンが狭かったのでこのサイズだったんですけど、ちょっと広くなってこちらのラックを買い足しました。これは無印で買ったんですけど、私は本当はちょっと見せる収納とか好きじゃなくて隠したかったんですけど、ちょっと大きい棚買い直すのもなって思ったので一旦これにしました。で、こんな感じでバスケット置いたり、スムージー作るやつと、お茶っ葉を粉にする機械と、コーヒーを入れるものもあります。いただき物でまだ使えてないのでちょっと早く使いたいです。で、ここら辺は棚に入らなかったお気に入りのお皿たちを置いてます。で、下はストックとかで、こちらもストックを入れてます。この棚は楽天で購入しました。こんな感じです。
感じでルームツアーを撮ってみました。いかがでしたでしょうか。こういう動画を撮ったことがなくてちょっと不慣れで、しっかり伝わったか不安なんですけど、参考にしていただけたら嬉しいです。私が家具を買うときとかは、なんだろう、まあ一生使える高い家具を買うのもいいんですけど、まだ家を建てたわけでもないし、このうちに一生住むってわけではないので、必ず引っ越しをするってなると、やっぱりそんな高い家具は買えなくて、長く使えるものを選んではいるんですけど、めちゃめちゃ高かったり、逆に、なんだろう、すぐ飽きちゃうようなちょっとお安めのものとかはあんまり選ばないようにしてます。例えばダイニングテーブルとかダイニングチェアとか、そういうものってあんまり引っ越しても買い替えることってないかなって思うので、気に入ったものを買いました。でもソファーとか、まあ、絨毯とか、そういういつかは買い替える時が来るんじゃないかなっていうものは、なるべくお安めのものを選んで、いろいろ調節してお部屋作りをしています。あとは観葉植物を置くだけで一気にお部屋の印象が明るくなるっていうか、癒し効果がプラスされると思うので、お部屋どういう感じで作ったらいいのかなって迷ってる方は、観葉植物とか置くのありなんじゃないかなと思います。あとはこういうテーブルだったり椅子だったりテレビ台とかは、その木の色、もしそのウッド調で揃えるのであれば、木の色を統一することでお部屋の雰囲気も統一感が出るんじゃないかなって思います。例えば茶色い木と白い木とちょっとベージュっぽい木と、いろんな色の木を取り入れちゃうとやっぱごちゃごちゃして見えるので、まあ、色を統一するっていうのは結構私は心がけていることの一つです。あとは、まあ私は人のことを言えないんですけど、あんまり無駄なものを増やさないっていうのも大事かなって思います。やっぱお部屋にいろんなものが置いてあったり、机になんか置いてあったり、ちょっとごちゃごちゃしてるとやっぱ一気に生活感が出ちゃうので、その辺は気をつけるようにしてます。だけどやっぱり私はこういうさっきご紹介したように木製の家具とかを結構取り入れてるんですけど、木製のその木だけってなるとお部屋がぼんやりする気がするので、ダイニングテーブルの足の部分を黒いものにしてみたり、こういうライトだったり、このちっちゃい雑貨系に黒を取り入れて、引き締めカラーもしっかり入れるようにしてます。それでなんかお部屋が一気に引き締まるっていうか、なんかぼんやりした感じがそんなになくなるので、締め色を入れるっていうのも大事なんじゃないかなって思います。はい、こんな感じでお部屋のこだわりポイントちょっとご紹介させていただきました。また他のお部屋だったり、まあ、新しく購入したものがあったら YouTube とかインスタとかでご紹介できたらなと思うので、また見ていただけたら嬉しいです。楽天のものとかは楽天ルームにも載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。では最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。